吉谷淳は、朝鮮出身の作詞、作曲家、サックス奏者、歌手、役者。代表曲は、ソウル参加、1990年、離別。1927年、平安北道四両軍で生まれる。1947年に、平安高等普通学校を卒業後、司会を目指して、ソウルに渡り、京城司会学専門学校に入学。 第8軍のクラブでジャズに触れたことで音楽家として目覚め、楽団のギター奏者となる。その後、花形となるためサックスに転校した。1949年、卒業。1950年にキャノン機関所属の実刑の支援で日本に密航し、小沢秀夫の勧めで田畑義夫の専属楽団で活動する。この時期から小沢が命名した。 ヨシアンの日本名を用い、1952年にヨシアンとクルーキャッツを結成、サックス奏者として高い評価を得る。1958年に日本で新人歌手のリンダ・キムと出会う。1960年、東京スイングオーケストラを率いてソウルで公演を行う。1962年、ヒョンミのネサラガアで作詞・作曲家デビュー。 1966年頃に韓国に戻り、同じくアメリカから帰国したパティ・キムと再会し結婚する。新婚旅行を兼ねた東南アジアへ総旅行中に戦時下にあったベトナムで韓国軍を疑問している。1967年、長女が誕生。1968年、長女に捧げた曲、1990年を夫婦でデュエットしてヒットさせる。 1969年から海外で演奏旅行を行い、ニューヨークに単身で滞在して、ジャズを学ぶ。1973年、離別がパティの歌でヒットする。同年離婚。1974年、パティキム、愛は永遠に、が第3回東京音楽祭で同賞を受賞する。1975年、新人歌手へウニを発掘し楽曲を提供。 以後ヒット曲を次々と誕生させた。1978年、ニュージーランドで開催された太平洋歌謡祭において、ヘウに、永遠にあなただけで金賞を受賞する。1986年アジア競技大会の開会式、閉会式の音楽監督を務める。ソウル五輪公式ソングに選定された、キム・ヨンジャ、朝の国からの作曲も担当したが、 世界中に通用する曲を採用するという組織委員会の方針変更により、コリアーナのハンドインハンドが正式な公式ソングとなったため、同曲は1988年のソウル五輪本番では閉会式のみ使用された。1988年、再婚し、娘アンディが誕生。アンディミュージックを設立。運営で負債を抱えたのを機に、日本に移住する。 1991年、マーシャル諸島共和国の初代大統領、アマタカブアに依頼され、国家、マーシャル諸島よ永久に、を作曲する1994年の初めに、肺眼宣告を受け、日本から帰国。1995年3月17日死去。大韓民国文化勲章追伸部。同年4月に、パッティキムによる遺作アルバムが発表された。10月、 清掃寺公園にソウル参加家費が混流された。アルバムパティキムへ、ウニキムヨンジャその他。ありがとうございます。